株式会社、近鉄リテイリングは、大阪府大阪市天王寺区に本社を置く、近鉄グループの流通事業の中核企業である。近鉄リテールホールディングスの100%子会社で、売店などいわゆる駅中店舗のほかサービスエリア事業、レストラン事業を運営している。近鉄駅構内での物販、軽飲食店舗を経営するほか高速道路のサービスエリア事業、 近鉄沿線を中心にレストラン店舗を展開する。自社ブランドで行う直営店舗、大手チェーンのフランチャイズ店舗、他社に業務委託している委託店舗がある。近鉄特急の社内販売を受託している。かつては近鉄観光が運営していたが、不採算により2002年に一旦全廃した。しかし、2006年より、 伊勢島方面行きの伊勢島ライナー、2007年より、名阪特急のアーバンライナープラス、アーバンライナーネクストにて、土休日に限り車内販売を復活させたため、近鉄リテールサービスが運営を受託するようになった。2013年からは、観光特急島風、2016年からは、観光特急青の公共局において、車内販売、喫茶食堂営業を開始したが、 2020年3月のダイヤ変更で、名阪特急における、車内販売は終了した。転換前転換後閉店後自販機が設置された、例、近鉄の駅売店は、かつてグループの外食業者である、近鉄観光が営業権を持ち運営していた。売店の名称は、もともとは、近鉄観光の社名が入っているだけで、特になかったが、 1992年頃より365の名称を名乗るようになった。2002年に近畿日本鉄道が自社で営業権を持ち、近鉄リテールサービスに運営を委託した。当社移管後は、比較的大型のウォークイン売店をコンビニエンスストア化し、K プラッテとの名称で営業するほか、中規模のウォークイン売店をポケットプラット、小規模の対面型売店を ポケットプラットミニとして転換していった。K プラッテの各店、および一部のポケットプラットでは、ピタバ ID が利用可能、料金収納代行も行っていた。しかし、ホーム上の小規模売店は閉鎖され、自動販売機のみを設置する形に変えていることも多かった。一方かつて、近鉄グループによって、AM、PM 近鉄を設立した名残で、AM、 PM の6店舗を運営していた。これらは2011年8月より、順次、ファミリーマートへ転換され営業を続けている。2013年度中に K、プラッテ、ポケットプラットを、順次、ファミリーマートのフランチャイズ店舗に転換した。転換後の各店では、ピタッパ ID のほかイコーカ、楽天エディなど、 ファミリーマートが導入している各種電子マネーも利用可能になっている。なお、名古屋線近鉄名古屋駅構内の4店舗では、本来は販売エリア外となる伊勢新聞を取り扱っている。近鉄本体からの駅業務の一部委託は、鈴鹿線鈴鹿市駅構内のファミリーマート近鉄鈴鹿市駅店で、2015年7月1日から、 2018年4月3日からは、名古屋線、伏屋駅構内のファミリーマート近鉄伏屋駅店で行われている。近鉄駅構内以外にも、東名阪自動車道ご在所サービスエリアなど、サービスエリアパーキングエリアや、岐阜県総合医療センター内のファミリーマート、直営店を順次移管を受けている。その他、以下の店舗を FC 営業している。主要駅で、 比較的規模の大きいモール事業をタイムズプレイスという名称で展開している。1週間、または2週間の期間限定で、地元有名スイーツ店等を誘致する店舗で、大阪上本町駅、大阪阿部の橋駅、山和最大寺駅で展開している。柿大手チェーン店をはじめ専門店を多数誘致している。 高速道路のサービスエリアにおけるレストラン事業は2021年10月、現在4カ所で運営し、2015年4月に、計6カ所7店舗を、旧、近畿日本鉄道から移管を受けたものである。このほか長期の通りファミリーマートの店舗を書き SA 以外にも展開している。なお、事業継承後に1カ所1店舗を新設する一方で、 経営不振を受けて2021年中に3カ所4店舗のサービスエリア運営から撤退した。過去に運営していた SA 店舗その他、近鉄観光時代には、スケカタ、サービスエリアでも運営していた。元の近鉄観光運営のレストラン店舗を自社事業として経営している。ローム管理等は100%子会社の近鉄レストランに委託している。 11月22日宇治山田駅構内、ショッピングモール、タイム、エスプレース、宇治山田が誕生。子会社の設立及び会社分割に関する、お知らせ、近鉄グループホールディングス2018年4月25日、大阪名古屋間の特急における車内、販売サービス終了について、近畿日本鉄道、2020年5月27日閲覧。 伊勢島サミット記念館近鉄か四小島駅に26日、開業日本経済新聞2017年5月22日付有館社会面36ページ名古屋版、堀川勝本、気分はまるで G7 首脳サミット記念館26日開館会議の、円卓、贈答品クイズ挑戦もカフェで、味覚体験も朝日新聞2017年5月23日付長官 見重版19ページ、近畿日本鉄道株式会社が運営する AM、PM6 店舗をファミリーマートへ転換。ファミリーマート2011年7月7日付、ニュースリリース2013年3月8日閲覧、近鉄の駅中売店等、ファミリーマートに転換。ファミリーマート2013年3月1日、付けトピックス2013年3月8日閲覧。 近鉄鈴鹿線鈴鹿市駅にファミリーマート7、1出店、店員が、駅業務の一部を担当マイナビニュース2015年6月11日、名古屋にあるファミマの、特殊すぎる業務が、話題コンビニ店員が、まさかの二刀流。マイドなニュース。 https://maidonanews.jp/article/127122382021 年6月24日閲覧会社分割による純粋持株会社制への移行に関するお知らせ近畿日本鉄道2014年2月25日御所南パーキングエリア近鉄ファン近鉄リテーリング 2021年11月23日閲覧。御所南 PA4 周年感謝祭のお知らせです。近鉄ファン。近鉄リテイリング。2021年11月23日閲覧。大津サービスエリア下り線運営終了のお知らせ。近鉄リテイリング。2021年11月23日閲覧。 カシバサービスエリア下り線運営終了のお知らせ。近鉄リテイリング。2021年11月23日閲覧。カシバサービスエリア上り線運営終了のお知らせ。近鉄リテイリング。2021年11月23日閲覧。岸和田サービスエリア下り線運営終了のお知らせ。近鉄リテイリング。 2021年11月23日閲覧。広島駅の駅弁業者に引き継がれた後、2019年に施設閉鎖。ありがとうございます。